セイブルヒルズボーカルの竹谷です。フロントラインフェスティバル対談動画、今回のゲストはクラウドオブリベリオンの大作さんです。こんにちは大作さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1週間ぶりっすね。そうか、先週のデックスフェス、デックスフェス2020。そうそう、そうだ、会いすぎじゃない俺たち。会いすぎ、かなり会いすぎだよね。そう、さっきもそう、この撮影する前にね、うん、その話してたんですけど、実はまだ出会ってっていうか対バン、初対バンしてから4ヶ月しか経ってないのに、そうめちゃめちゃ合ってるっすよ。なんか俺めちゃめちゃ合ってるよな。お前ら兄弟とはサウナにも行ってるし。行きましたね。あれどうでしたっけ。神戸でしたっけ。神戸、そうだ神戸にも行ったし、あのさ、バックホーンの山田さんとさ、いや行ったわ。ありえなくね。おかしいことですよね。おかしい、信じられないことをしてます。信じられないことしてます。本当拓也様様で、いやいや、何ですか、ありがとうございます。俺の無茶ぶりに一瞬来てくれてありがとうございます。ありがとう、こちらこそ。いや、それもこれもやっぱり最初にね、リベリが俺たちのことをそのゼップ羽田に、うん、リベリの15周年ですよね。そうだね、15周年のイベントにオープニングアクトとして出てくれって言ってもらって、そこから始まってるんで。そうだね、俺たちも誰呼ぼうかなって言って、やっぱこうフックアップ的な、まあ、偉そうだけど、はいはいはい、やることやっぱしたいよねっつって、いやいや、うん、今やばいば誰だって言ったら、セイブルヒルしかいないっしょ。嬉しいっす。ちょっと出てもらいましょうっつって、ライブ見たら呼ばなきゃよかったと思って。かっこよすぎて、いやいや、ハマされまくって。緊張したもん、あの日マジで。何言ってるんですか。超かっこよかった。いや、ありがとうございます。そう、あの時ちょうど誘ってもらった時、俺らがヨーロッパツアー中で、そう、ドイツにいるときに電話がかかってきて、LINE で、そう、ヨーロッパの LINE で来て、まあ、全然繋がるんですけど、繋がるのかなって思いながら、俺も全然分かんないけど、その、はい、携帯電話事情が、はいはいはい、つながんのかな、LINE でって言ったら、わ、出たと思って、普通にお疲れ様ですって、そうそうそう、あ、出たとか言ってたよね、そうそうそう、出れるんだって、それで、ZEP 出てよって言ってもらって、ね、ヨーロッパでみんなで、よっしゃーとかってぶち上がって。その頃なんか賞取ってたじゃん。ああ取りましたね、ちょうど賞も取ってる。賞こいつらしかいねえだろ。呼ばせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でもそっからその後1週間後にまたね、アンチノックで通話やって、そうだね、うん、でその後そのフロントラインのロードショー、うん、このフェスティバルにつながるロードショーツアーみたいなのに、うん、ツーマンをね、神戸でやらせてもらって、でサウナに一緒に入って、爆放の山田さんとも一緒にツアーに入って、サウナに入って、我々と、そう、まあ、それはあれですね、ゼップ羽田の打ち上げでしたね。一応打ち上げの延長上みたいな、はいはいはい、はい、そうそうそう、確かに行ったね。でこの前のデックスフェスとか、はいはい、デックスフェスでしたね。4ヶ月で 5?4?4?で俺までフィーチャリングとかさせてもらってますもんね。そうだね、そうっすよね。帰れそうだよ、あれ呼ばれたのに帰れはやばい、マジで本当にひどすぎ。でもちょっとずっと羽田でも帰れ大作って言ったじゃん。お返しです。仕返ししました。いや、仲良くさせていただきます。ありがとうございます。あれだよな、フロントラインフェスティバル、うん、俺たちの曲がな、はいはいはい、あ、えなんですよ。いや、スペシャルポイント、スペシャルポイントだよこれな。ちょっとぜひそれは俺から言うの、俺から最初、はい、まあ、曲数言っちゃダメか、まあまあちょっとネタバレになっちゃうんで。そうかそうか、だから全曲昔の曲でやってくださいって言う。急に言ってきて、全曲ハイドランジアから在庫巻き事らへんの曲で固めてくださいとか言い出して。世代的にはね、世代的にはもうキッズで聴いてた時代なんで、むしろハイドランジアの曲だけやってくださいみたいなこと言ってきて、全曲再現。そうそう、さすがにそれやめてくださいって言って、俺たちきついですみたいな、きついですって。そう、半分でっつってね、そうだから半分はあれです、フロントライン初期の曲を半分、いえ最高やらせてもらいます。やばい、それもその半分の曲は全部そのなんていうの、リクエスト、はいはい、セイブルヒルズからのリクエストで、そうやらせていただきます。数曲リクエストさせてもらったんで、はい、マジ歴史を感じてほしいっす。まあ歴史しか感じないだろうな、歴史を感じてほしい、完全に歴史しか感じないと思う。ライブでも最近でも俺らがリクエストなんてそんなにやってないですよね、たまにっすよね。いや、そうだよ、ほんとたまにしかやんない、ほんと俺らのさ、そのワンマンとか、はいはい、そう、セブリス長めの、そう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 、時しか入れないね、うんうん、そうだ、こういう本当
まあ言うても曲数少ない時とかにはやらない、うん、そうですね。フェスとかで絶対やらない曲ばっかですか。そう、だいぶ珍しいと思います。おい、やばいやばい、だいぶ珍しいし、あのオタクの上田さんがね、はいはいはい、上田さん専用の曲もあるからね、はいはい、楽しみに確かに、はい、しててください。面白いですね、はい、そうだから本当にその俺らがリクエストした曲のそのタイドランジアとか、うん、あのジグロ、ジグロ財財ごめんジグロちょっとかっこいい、ちょっとなんかかっこいい、ジグロジグロだと思ってた、ジグロコーターかっこいい、違うんだ財ごめんコーター、失礼しましたちょっとカタカナ英語すぎたわ。いやいやいや、いい、そう、そう、その時代の曲ってもうやっぱ俺がそのセイブルやる前の曲じゃないですか。セイブル今7年目なんで。そうか、そう、そうなんですよ。そうだ、だから本当セイブリーズ始める前に普通に YouTube とかで聴いてた音源なんで、それをなんかこうやってやっぱ自分たちのイベントに呼ばせてもらって、うん、そこでなんかこういう形でやってもらって結構スペシャルな思いがあります。そうだね、嬉しいね。そう、まあ、俺たちは戸惑うけどねなんだこいつらみたいな。そう、俺たちはなかなか戸惑うけどいやいや、まあはい、あの頃思い出して、はいはいはい、ちょっとやってみようかと思います。いやもうむちゃくちゃにしてほしいですね。了解。じゃあやっぱあれかな、やっぱ赤いシャツして蝶ネクタイしてやったほうがいいかな。やばいじゃんそれそれやばいっすよやばい。もうあの新潟のリバースでしたっけ、リバースのライブ映像あれめちゃくちゃ見てますからね恥ずかしすぎるわあれって、あれ米騒動でしたっけ。米騒動、米騒動だ。新潟のね、いやもう解散しちゃったんだけど、はい、キープやハンズオフマイガーバンドと一緒にやってた、うんうん、企画でのライブ映像ですよね。そう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 、めちゃくちゃ見てたな。やばいっすね、あれちょっと再現まさかの恥ずかしいよ、恥ずかしい。俺ら完全にお笑い担当じゃん。いやいやお笑いのつもりはないですけど、別にお笑いでやってたんですか。別にかっこいいと思ってたんじゃないですか。お笑いじゃないよ。そうですよね、どれだけ他のボーカルと違うことしようかって。そうだそうだ、やったらああなった突き詰めすぎた、突き詰めすぎた。なるほどなるほど、そうそうそう蝶ネクタイ赤いシャツ、全然お笑いじゃないですか。かっこいいですよ。あれ嬉しい、はい、そう言ってくれるやつがいた、うん、この世代に。曲がかっこいいもんだって、あの時代の。だから、だから曲がそう、曲がかっこいいじゃん、はい、曲がかっこいいって俺あの形じゃん、はいはい、それでお前何がしてるかわからないってずっと人に言われて。いやいやでもそれでね、それのなんかよくもこういいんじゃないですか。リベはありがとうございます。すごいですよ、他の周りのねメタルバンドとも格差をつけて、どんだけ違うことやろうかね、うん、みたいな。やっぱそこはやっぱオリジナリティがやっぱ一番大切じゃないですか。そうですね、叫んでるバンドこそ。そう、うん、っていうことを教わってます俺には扇風機ヘッドバンしかない。いや、あれはパンチしかない本当に見習います。見習いますそれしかできませんが、うん、でもあれですよね、その俺らのリリース、あリリースやね、俺らのフロントラインの出演した直後に、そう、控えてますもんね。3月25だよね。3月25です。3月25からの4日後、3月29日に私たちニューミニアルバムアルバを発売させていただきます。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい流れ、やばくないですか。やばい、やばめっちゃいいじゃないですか。それめちゃくちゃいい。ずるい、ずるくないめちゃくちゃいいんだ。フロントライン出演して、だからそのね、そう、初期曲やって、そうで、からのニューアルバムですよね。そうなんです。流れめっちゃええやんと思って、めちゃくちゃありがたいことに。狙いました。狙ってないです。狙ってない、たまたまスケジュール押し押しでそこになりました発売日が。確かに最初お誘いさせてもらった時、うん、そのニューアルバムの発売と被るかもみたいな、そんな感じで言ってましたよね。そう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 、ちょっとやばいかもみたいな感じで。そうなんだよ、ちょっとごめんかもしれないみたいなこと言ってたけど、押して押してすごくいい形になりました。押してくれてありがとうございます。そちらこそいいところで誘っていただきありがとうございます。いえいえ、さっき、ね、ちょっと曲も一瞬聴かせてもらって、そう、最高だったんで。っていうか若干のあれですよね、その原点回ある感あるっすよね、うん、曲によってだけど。そうっすよね、うん、やばい、やんなきゃいけないのとか、異常なツーバスどこどこツインペダルスってやってた。そうそうそう、お楽しみに。そこからの曲もやるんですか、フロントラインの時は。うん、まだやれない。オッケーですやれないと思う。失礼しました、うん、ごめんごめんいやでも楽しみですね、リベロ、はい、一個なんかそのフロントラインの出演バンドの中でも、うん、一番そのオーバーグラウンドシーンで戦ってきてるバンドなので、リベが。そうか、そうか、うん、間違いなくそう言ってくれる。間違いなくそうですよ。ありがとう。結構やっぱり他のセマンドはずっとアンダーグラウンド地下で戦ってきてる俺らの同志みたいなバンドが多くて、俺らもまあ去年からちょっとずつそういうオーバーグラウンドの方でもやらせてもらえるようになってきて、その中で出会った
先輩バンドなんで、うん、そっかリベリオンは、うん、オーバーグラウンドな、まあ、でもなんか結局叫んでるとさ、はい、オーバーグラウンドっていう気持ちあんまなく全くないっすないじゃん全くないもう超等身大だし、ま、そう全くなくてそう言って言ってくれるのめちゃくちゃありがたいし、うん、まあやっぱ売れてって思いながらやってきたし、うん、そうでそういうところがこうあからさまにこう他のもしかしたらバンドと違うように見えてきたっていうところももしかしてあって言ってくれてんのかもしれないけど、うん、でもなんか本当オーバーグラウンドアンダーグラウンドあるけどそういうの関係なくなんかセブルヒルズ仲間として後輩でもないしそう、まあ、先輩でもないし本当友達、はい、仲間として嬉しいっすそう一緒にお前らがやる、はい、どでかいイベントに友達として出れるっていうのが非常に嬉しいありがとうございますありがとうございます友達だって友達よ10個ぐらい離れてますけど友達だよそんなおっしてさお互い見ながらさお風呂に入ってたらさ友達でしょ友達っす確かに見てっから俺そう見てっからちなみに俺山田さんの見てますからねそうだよ、ね、それが一番やばいバックホーンの山田さんの2人で見てるのやばいよ、ね、見てっからその後カラオケ行ってなカラオケ行きましたねしバックホーン歌いましたよね俺そう2人でザ・バックホーン歌ってな本人に聞いてもらうっていう熱いよとか言ってくれ行かれたことを行かれたころとさせてもらってます本当に本人の前でコバルトブルー歌わせられましたガラガラの声で面白かったあれは面白かったっすねどうですいややっぱそのオーバーグラウンドで叫んでるバンドやっぱりすごい少ないから数が、うん、そういった意味でもやっぱり数少ない同士ですよねその同じマインドを持ってこういう地下から這い上がってって そ,、ねうん、そういうオーバーグラウンドのステージでもやってるバンド、うんでも好きな音楽をアンダーグラウンドのメタルみたいなそうなんだよねそう心はそこにいつもあるっていう数少ないバンドでもあるんで本当そうそうだどうやってそういう音楽を愛してるメタルコアを愛してるバンドが、うん、そうオーバーグラウンドでやってるかっていうのもその普段そういうサイクロンとかアンチノックばかりによく行ってて、うん、フェスとかにあんまり行ったことないっていう人は、うん、逆にそういうバンドがどういうライブをするのかって結構リベリオンで体感できると思うんでそういうの楽しんでほしいですめちゃめちゃいいこと言ってくれる友達友達そうだね確かに俺たちのライブの仕方はちょっと違う、うん、多分違うと思いますね他のバンドは、うんうん、いい意味で、ね、プロフェッショナルそうプロフェッショナルそう完成されてますからね本当にそう思ってる完成されてるのないんですかあれで完成されてなかったらどうすいや俺だってふざけすぎでも最近のライブふざけてんな確かにさんいきなり MC で行かれたこと言い出すから行かれたこと言い出すヒヤヒヤしますもんそうだよな、うん、そう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 ねそうそうそうなあれ面白かったっすねそう神戸でさフロントラインフォトショーでなんかいきなりなんですなんでだっけあれあんまりモッシュがいきなり起きなかったなどうだったっけねそうそうそう殺すぞ貴様らみたいな最初な最初トゥン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 トゥクリスマスでしたからクリスマスそうそうそうクリスマスソングで出てきて出てきて急にハッピーな感じ急に180度変わってさ殺すぞおめえらみたいなあの時のイントネーションやばかったそれ MC で超静かな 中で、ね、そうお前ら俺たちのことをメタルとかじゃメタルじゃねえとか思ってんだろ殺すぞとか言って本当にあった怖い話周りのインプレッションできたからいやいやいやガチですやみたいなってそうそう大丈夫ちゃんとメダル壊すみたいな感じ ありがとうそう多重人格なんでちょっとごめんな怖い怖い多重人格障害だからさアンチノックで通話したじゃんはいはいはいあの時が俺ら初めてこう全開放ライブおおそうでしたね言ってるじゃんそうでしたそうなんかセブルヒルズ一緒にアンチジャックでやれんだろ こうこれもしかして3年越しに全部やっちゃっていいんじゃねえかみたいな感じでやってで泣いたの覚えてるのああそんな言ってましたね感動しちゃったみたいななんか感動しちゃってもでコロナで3年我慢してでセブルヒルズ2マンで俺らそのモッシュモダイブ全部ギャーってやっちゃって涙流して、うん、そういうところも一緒にこのたった4ヶ月で一緒に経験してそうっすね深いっすよなんか意外とそのくれてるんだよ、ね、セブルヒルズは
15周年15周年立ち会って、そう解禁ライブにも立ち会って、そうなんだ本当にそう、おもろいっすねそれ。俺の憧れてる山田さんのしてもらって、おお確かにブッキングしたの俺ですからね。そうそうそう見させいや本当にそう、はい、でお前らの記念すべきフェスに呼んでもらって、はい、そうですね、いや今回お力をお借りします。最高っす、うん、セーブルヒルズしか勝たん、おい最高最高、若い38歳になりましたそれ公表してるんですか38歳。いや、してるしてる、全然全然10個上やんマジで、俺の敗戦すぎでしょ38歳になる、でも見えないっすよね全然、よく言われるんだけど、マジでよく言われます、32、3ぐらいですよ、見ます、リアル。でも30は超えてるんか、30頑張るわ28ではないでしょ28ぐらい見られる、28ではない、頑張るわ。俺さ今回もさ、はい、フロントラインでさギターバトル、リフトにギターバトル間に挟めばいいじゃんって言ったし、面白いっすね。で今回のこのやつ、そうサウナ室で対談したらやったら面白いじゃんって、サウナ室でやろうぜって言いました、ね、プロデューサーセーブリューズのプロデューサーみたいなことやったのに、アイデアマンなんですよ、そう大作さん、めちゃめちゃ、いや絶対面白かったよ、フロントラインでギターバトル間でやったら、ギターバトル、そのソロでってことですか。あ、なんかさ、はい、出演バンドのギタリストって超絶しかいないじゃん、確かに確かに、がその間で出てきて、まあちっちゃいもうミニアンプとかでいいんだよ、はいはいはい、ちっちゃいなんかステージとかがあって、そこで急にこう参戦してきて、はいはいはい、はい、なんかちょっとクリック、あのちょっとだけドラムのリズムとかがあって、うん、そこでお互い8小節ごとギターバトルが始まるみたいな、なるほどね、とかやったら面白いんじゃないって、めちゃめちゃ面白いっすよ、プロデューサーみたいなことで、確かに10分だけやればそれ来年いや、そう、来年超楽しみ、ね、次回、そうね、次回やるときはフロントライン2024楽しみ、そうね、確かにそのメインステージはでかすぎるか、確かにちょっとねサブステージぐらいあるときの映画もね、クソ面白い、確かにそれめちゃめちゃいい、超面白いと思う、見たいだろうな、メタルフェス、メタルフェスっぽいっすね、メタルフェスっぽい、ね、めちゃくちゃ、それちょっとぜひリクト君が検討しますあとやっぱサウナ室欲しいっすね、サウナ室ね、欲しいっすね、ちょっと今回実はそのバックヤードに作ろうと思ったんですよ、サウナ室、おー、ただちょっと電力が足りなくて、クラブチッタの電力ちょっと 200V ないらしいんでダメでしたね、その箱はもちろん作れるんですけど、うん、その動力が、そのサウナスタブの動力が半分しか出せないっていう風に、そう中野にその業者の人に言われて、うん、そうやったらちょっとちゃんと電力フルマックスできる会場で、うん、フロントラインとかやったときにやりましょうってことなんで、な、ね、今回はすみません、ないんですよ、ホスピタリティちょっと足りてなくてすみません、いや、サウナ室とギターバトル楽しみにしてるっす。逆に一個お知らせがあって、マッサージ部屋あります。最高、部屋というかテント、テントマッサージ、どういうマッサージ、あの指圧です、あのリアルマッサージ師さん、リアルマッサージ師さんに呼びました、ハードコア好きのマッサージ、指圧キャンプっていうテントが、あのそうクラブチッタ の、うん、あのロッカーの一番奥のところに、その関係者エリアに入るところのスペースのところにテントを大きいの作って、そこであの施術剤とかも置いて、ヘッドバッキングして疲れたお客さんと、ヘッドバッキングして疲れた出演者、アーティストの奥、うん、みたいな最高じゃんエリアを作ったんで、ちゃんとポケモンセンターありますてんてんてててんつって、あれお客さんも、お客さんもいける、できるの、いけます、お客さんは有料です。ああ、そうなんだ。出演者はどうなんだろう、一回無料になるかもしれないですね。行こう、絶対行こう。券をフードかマッサージかみたいな選べるみたいなのを作ろうかなと思ってます。フェスじゃん、マジリアル。そう、ちゃんとクラブジッターの中で楽しめるようにいろいろ考えてるんで。キッチンカー出ますからね、ちなみに。え、出ます。あの外に、キッチンカー置いてある。それ外に置いて、うん、この内側を向いて、うん、その会場側に向かって、うん、あのご飯フード販売して、中の人はその会場からあの買いに行けるみたいな、外に出ずに、出ないで買いに行けるみたいな。え、何ラインナップは、ラインナップは一応あのメタルフェス仕様でデスソース丼みたいなの作ろうかなとか考えてたんでデスソース丼、それこうご期待ください面白い、デスソース丼面白いな、そうなんかそういうなんかメタル仕様のなんか丼ぶりを作るデス丼みたいな、デス丼面白いななんかそういうのもあって、そうマッサージエリアもマッサージの人も
あの一応あのメタルメデスマッサージメタルマッサージを用意、メタルマッサージコースを用意してくれてるらしい。超ハードで、いつも以上にハードにやってくれるかも。いや、おもろい。デスドン楽しみにしてるな。デスドンやばいっすね。マストドン、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 デスドン、やばいっすね。マストドン、デスデストドン、マストドンめっちゃかっこいいじゃん。マストドンいいっすね。めちゃくちゃいいわ。そう、いろいろ楽しい要素はめっちゃ用意してます。楽しみにしております。演者の人にも楽しんでもらえると思うんで、やっぱり楽しみ。そこがやっぱり醍醐味じゃないですか。そうだね、出演者側もやっぱりそのただライブするだけじゃなくて、うん、フェス自体を楽しんでもらって、うん、そのなんかセーブ・フリーズが作るフロントラインというカルチャーを楽しんでもらいたいなと思って、うん、そうだね。やっぱめっちゃ楽しかったわって言いたいもん。そうなんですよ。最高だわって。やっぱ唯一無二の俺らにしかできない、うん、あの世界観をやっぱちょっとは作りたいなと思って、できる限りで、うん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 、それを楽しんでもらえたらなと思ってます。楽しみにしております。3月25日、はい、フロントラインフェスティバル2023、はい、なんで俺が言ってんだっていう感じだけど、皆さんお待ちしております。お待ちしてます。楽しみ。ありがとうございました。クラウドオブリベリオンの大作さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。ありがとうございました。よろしくお願いします。